どんな感じのサイズ感なのかがね、めちゃくちゃ楽しみ、本当に。よいしょ。はい、出てきました。かなりちっちゃいぞこれ。こんな感じですね。見た目かなりシンプル。どうも、さっさんです。今回はですね、自作 PC に関連する内容の動画なんですけど、最近ね、結構ちっちゃめのゲーミング PC、Windows のデスクトップ PC がいいなっていう風に思っていて、先日も NZXT の H1 っていうね、まあ、かなりコンパクトなケースを使って PC1 台組むっていう動画をアップしたんですけど、なんと今回アスロックさんからその NZXT のケースよりもさらにコンパクトで、なおかつね、結構使えるスペックの PC を組めるベアボーンキットっていうのが発売されたので、まあ、ちょっと気になったんでね、今回買ってみました。それがね、こちらのアスロックデスクミートっていう製品ですね。値段が38,000円ぐらいで、インテル用と AMD 用、CPU によってね、2つモデルがあるんですけど、今回インテル用を買ってみました。で、このちっちゃいケースで値段38,000円って高いっていう風に思う方いるんじゃないかなと思うんですけど、これね、ケースだけじゃなくてマザーボードと電源もね、もうあらかじめ付属してるということで、まあ、足りないパーツとね、組み合わせることで、まあ、簡単に使い始めることができるみたいなので、まあ、今回はね、組むところまではいかないんですけど、とりあえずこちら開封してね、まあ、どんな感じの製品でどういった大きさなのか、実際にね、見ていきたいなと思います。はい、じゃあいよいよね、こちら開封していきたいと思います。どんな感じのサイズ感なのかがね、めちゃくちゃ楽しみ、本当に。ちなみにこれ出たのはつい最近ですね。本当に最新の製品。アスロックからね、前もこのベアボーンキットって出てて、それも話題になってたりしたんですけど、それはね、グラボ積むことできなかったんですよ。ただこれに関してはね、グラボ積むことができるらしいので、まあ、買ったっていう感じですね。よいしょ。はい、出てきました。かなりちっちゃいぞ、これ。おお、すげえ、これマジで。めっちゃちっちゃくて軽い。よいしょ。はい、こんな感じですね。見た目かなりシンプル。あれ、これ反対かな。これ HDMI の文字反対ですね。ただこれ底面にネジがついてて、このまま反対にしちゃうとガタついちゃうので、多分付属品でこの辺に貼るやつがあるのかな。おそらくこちらですね。これ先に貼り付けちゃうか。よし、 OK。はい、というわけでこれが正しい向きになりました。で、なんでね、底面に最初から今のクッションついてないのか理由が分かったんですけど、この横にもね、クッションテープ貼り付けるための溝があるんですよ。まあ、なので横を気にして使う人はこっちにつけてねということだと、思うんですけど、残念ながらね、さっきのテープスペアがないので、まあ、底面につけるか横につけるかしかできないですね。これ一式ね、替えのテープもつけといてほしかったな。はい、そして残りの付属品が、まず電源ケーブル、SATA のケーブルが2本、クイックガイドで、このネジと、最後がさっき貼り付けたクッションテープですね。はい、じゃあこのケース本体詳しく見ていきたいんですけど、まず正面に電源ボタン、4極のヘッドセット端子、 USB Type-C 端子で、 USB Type-A が4つあるんですけど、上2つが 3.0、 下が 2.0 ってことだと思います。はい、そして左側はさっきもちらっとお見せしたんですけど、クッションテープ貼り付ける溝以外は何もなくて、続いて背面ですね。はい、じゃあ上から順番に見ていきたいんですけど、まずこの角の部分、ここにはね、普通の Wi-Fi モジュールを買って付けることで無線に対応させることができるみたいです。で、次この下のカバーなんですけど、これ外してね、グラボを取り付ける部分ですね。で、左下のこのガバッと開いた部分は付属の電源が入る場所で、最後マザーボードの背面端子なんですけど、上からオーディオ系のジャック、 USB Type-A の 2.0、 有線 LAN ポート、 USB3.2 の Gen1、 映像出力は3つあるんですけど、上から D サブ、ディスプレイポート、 HDMI となっております。はい、でケース右側は上の方がメッシュ形状になってて、ここからね、空気が通るようになっております。ケース上部も右側と同じような感じでメッシュ構造になってて、で最後底面が、さっきもねちらっとお見せした通り、まあ、こんな感じで、もう四隅にはこのテープをね貼り付けております。まあ、まだねこの外観しかチェックしてないという状態ではあるんですけど、個人的にはねすごいいい感じな気がしますね。やっぱりね、サイズめちゃくちゃちっちゃいんですよ。これ本当にちっちゃいな。デスクの上に置いといてもね全然邪魔にならなそうなぐらいの、サイズ感っていうのと、あとはね本体の質感も結構高いし、デザインすごいシンプルなので人を選ばずにね、使えるんじゃないかなと思います。もう見た目がね派手派手のゲーミング PC 好きっていう方にはね、まあ、適さないものではあると思うんですけど、まあ、シンプルでね、デスクに置いといても邪魔にならないようなね、そういった PC 欲しいっていう方にはね、まあ、今のところ結構いい感じに見えますね。はい、続いて中身も見ていきたいんですけど、開け方はねこの底面のネジ1本外すだけで開けるらしい。もうこれだけで開くっていうことなんかな。おお、開
来ました。よいしょ。もうこのねスポンジがガチガチに入りまくってる。もう相当配送の時なんか揺られても大丈夫そう。はい、こちらが付属の電源なんですけど、これ容量 500W で80プラスブロンズの認証を取得した製品になってます。でケーブルはね一体型の着脱できないタイプで、メーカーがねこれ何なんだ、これチャンネルウェルテクノロジーって書いてる、この CWT ってロゴのメーカーが出してるやつなんですかね。はい、じゃあ付属のねマザーボードも詳しく見ていきましょう。まずこれね上下の向きなんですけど、普通のケースに取り付ける場合と、まあ、上下逆さまみたいな感じになってますね。これケースごと逆さまに俺が間違ってしちゃってるわけじゃなくて、こういう向きでねついてるんですよ。でここに B660ITX って書いてるんですけど、これどうなんだろうな、一般的に販売されてるマザーボードなのか、まあ、これ専用のやつなのかっていうのも、まあ、ちょっとわかんないですね。でメモリなんですけど、これは DDR4 の4枚差しに対応していて、最大 128GB まで、いけるみたいです。はい、で CPU について、今回ね冒頭でインテリを買ったって言ったんですけど、ここにね LGA17++ って書いてある通り第12世代のインテル CPU が使えるマザーボードなので、そこはね注意してください。あとね TDP も 65W までっていうね、まあ、一応制限というか、まあ、それ以上のやつつけて動くのかっていうのは、まあ、未検証なんでわかんないんですけど、メーカー的には 65W までのやつを使ってっていう風に書いてました。で CPU クーラーについても、これ高さの制限があって、高さ 54mm までの空冷クーラーしかねつけることできないので、そこも注意が必要かなと思います。はい、続いてストレージについて、ここにハイパー M.2 って書いてある通り M.2 のね SSD 使うことができるっていうのと、あと今回使う予定ないんですけど、一応 SATA 接続の 2.5 インチの SSD とかもなんか使えるみたいですね。でこっちの M.2Wi-Fi ってやつなんですけど、これさっきちょこっと説明した別売りのね Wi-Fi モジュールをこっちに接続すると無線に対応させることできるみたいです。はい、で最後グラボについて、この部分にね、まあ、グラボ取り付けるんですけど、これもねサイズの制限っていうのがありまして、まずねグラボの長さ20センチ以下のものじゃないとダメっていうのと、あと厚さもね2スロット以下っていうことになってるので、これ間違うとねちょっと大変なことになっちゃうので、まあ、ちゃんとねグラボ買うときはこれ対応してね、取り付けることできるのか、まあ、確認するようにしていただけたらなと思います。はい、というわけで今回はアスロックから新しく発売されたベアボンキットを買ってみたという動画だったんですけど、次回の動画でこれに使う構成の紹介と、あと実際にね組み立てていきたいなと思っております。で多分ねその動画の次ぐらいでね、実際にどのぐらいの性能がその構成で出るのかとか、あとね温度問題ないのかとかもね試してみたいと思ってるんでね、ケースにファンがついてないのでね、ちょっと大丈夫かなっていうところがあるので、こちら気になってる方はぜひね次回以降の動画もご覧いただけたらなと思います。というわけで今回以上です。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。